えー、2021年4月の9日あ金曜日です、えー、雑談配信ですね、えー「進撃の巨人が最終回」っていうので、えー、別冊月刊マガジンですね、えー、の発売日でございます、えー、どんなんでしょうね、えー、みんな読んだって感じでありますけど <laughs> あのあのー まあ、朝コンビニに行って、あのー、2冊あったんだよねだから買ってきたんですけど、あのー、だあ朝に朝に買っちゃったっていうのもあるからあれなんだけど売り切れとか続出してたりとかするのかなとかってあんま調べて分からなかった部分でもう今はねみんなスマホで漫画読む時代ですから。 別にその現物の紙の本でなくてもいいんだろうな。なんていう風にはちょっと思ったりとかしてだって。朝買えたもんと思ってさ。2冊あったもんと思ってさ。そのうちの1冊を買ったわけですけど、うーん？講もそんなに紙の本を出版しようという気もないのかな。なんていう風うに思いつつね。10冊ぐらいドーンと入ってんのかなぁと思いました。けど、そういうこともないんだな。へえなんていう風に。 でなんだあのー、まあ僕は1冊しか買わなかったんですけどか買取制限みたいなさお一人様何冊までとかっていうようなお願いとかもあるんじゃないかとかいろいろドキドキしたんですがまあ無事買いましてねほいで「まあ、進撃の巨人」の他にもいろんな連載があるんですけれどもそれは全部読まずに「進撃の巨人」だけを読むとそれでさ カラーページですよ。あ関東にカラーページがあると思ってさ、ああ、すごい、全編カラーだ、えー、これが最終回かと思ったらさ、それなんか、リヴァイ兵長のあの出世の秘密みたいな話です、あれ、最後、最終回、これでいいのかなと思ったら、最終回はなんかあの、ページの真ん中ぐらいにありましてね、ああ、と思って。 あの単行本ずっと読んでないからこのエピソード知らないわっていうやつをあの読んでさ何だろうこの構成と思って一番の目玉関東に持ってこないとかすげえなとかやべえなって思ったりとかしたんですけどあーまあその最終回手前の方でもほぼお話の方は終わっているので「進撃の巨人」は。 あとはどうやってきれいに終わらせるかというか大団円に持っていくかという話でありましたね。えー、そうかと思って <laughs> もうちょっと前から見とけばああの一緒に盛り上がって見れたのかななんていうふうに思ったりしました。僕は「進撃の巨人」は流行に乗るのも遅かったし あのみんなが面白いって言い始めてから「その進撃の巨人」を試しに読んでみるかっていうふうに読み始めた人なんであのみんなよりちょっと熱量が低いんですねでもまあそのなんだろう絵が下手だけど話がすごい面白いとかねそのジャンプに持ち込みに行って断られたっていうの,の話とかね あのいろいろ逸話があって好きなんですけど何つったらいいのかなやっぱ「進撃の巨人」はもっと早くに終わるべきだったよなと思ったりとかあ途中の余計な話いらないよななんていうふうに思ったりしたんですけどそれでもこの「進撃の巨人」を好きな人というのがいるわけで、えー、この「好きな人」というのはやっぱりその。 信者ななんだよなって思いました、ね、あの伏線回収がすごいとかこんな伏線があるなんてみたいな第1話の話が最後に聞いてくる話とかすげえとかって言ってたりとかする感じとかうんそんなにすごくはないんじゃないのって思ったりとかしちゃうのであのというか僕はあんまりのあのー。 壁の中の巨人のさ仕切ってるところがお王様が悪いんだとかいうのでさちょっと内部の政治的なところになってさこうあのエレンたちが内毛バのテロリストみたいになるところの話とかいらないよなと思ったりとかしたんですよね、あのー、だからこの話に持っていくんだったらそのあの もっと早くに外の世界に出してもいいはずなのになぁなんていうふうに思ったわけですよ。だから、12巻ぐらいで終わっていいんじゃないのっていうふうに思ったわけです。僕はその辺が余計だと思っててあ。でもね、進撃の巨人がちょうどブームになってもっと延命しようというふうに。 なったからだとは思うんですけどしょうがないですけどね、うん、うんこ構想自体はあれはだから最初からあったわけでんであのああ海戦山線じゃなくてあの一角千金じゃなくてえー、っと 連載開始の時はさあんなに売れると思ってないから12話で完結するようにお話も作ってるはずなんですよねでまあ「よしんば」うまくいったらもっと話を膨らませていこうという形だったと思うんですよねでそれが思った以上にヒットしたのでもっと伸ばさなきゃいけないっていう構造なんじゃないかなとは思ったりするんです あーでまあ登場人物たちをこう最後にねあの線で結んで、えー、みんな幸せになりましたとさっていうような終わり方になるんだけどうーなるほどなと思ってねまあまあこういうふうな結び方にするんですねっていうようなあ感じでありましただから読む前は読む前はね最終回を読む前はもっとひどいデビルマンエンドというか 人間はみんな死にましたとかさエレンたちは全滅しましたとかさそっちの方に振る可能性もあるんだよなと思ってさあーでも最後は少年漫画であるし性善説を信じてるんだなっていうねあの作者の人いい,子いい子なんだなと思っ, <laughs> 思って読んだっていう感じですねあ,あとは、うん、まあ漫画本編に関してはそんな感じで 来月はですねその原作者の磯山さんでしたっけのインタビューがあのー、載るそうです「あのー、進撃の巨人」6月号ですか、えー、いやーと思ってねやっぱど,どの出版社もそうやって最終回が載った後にもまだまだ雑誌を売るために頑張らなきゃいけないんだよななんて思ってね大変だなと思いましたインタビュー気になりますねその終わった後の いうふうにえー、あああとそうだ「あどうしよううんどうしよう」うんうよう <laughs> 読んでない人のネタバレがあれなんだけど、ね面白かったね、最後の最後にさ「俺たちの戦いはこれからだ」っていう一文で締めくくられるんですよ。 それはいわゆる打ち切りエンドの時の少年漫画の上等句ですよね俺たちの戦いはこれからだっつって空に顔が描かれてさなんか見開きで主人公たちがうやーって進んでいく感じのだからもうああいうの確信犯でやるからこの人すごいなと思ったりはしますね、あのー、あっぱれっていう感じではありましたあ,ーあと その漫画と別に思ったのは「そのまあ、進撃の巨人」ブームになった時に実写映画が作られたわけですあの超クソって言われてたやつあの実写映画のテーマと漫画のテーマはやっぱり違ってるよなとかうんあれはやっぱ実写のやつはキャ,ラキャラクターの名前だけ借りた別物だよ あったんだなといいううふうに、えー、思いますあ,あえてそう作ったのかもしれないし、えー、映画でその漫画の結末をこうこ予見させるような終わり方に、えー、わざとしないように作ったんじゃないかというぐらいの別物感でん,なんかねそこをすごい考えましたね。 映画はこのラストまでちゃんと知ってては絶対撮ってないんだろうなとかっていうのとかうんそっちの方を思いましたあんなにあんなにみんなに叩かれたあの実写映画<笑><笑>監督の名前忘れちゃいましたけど樋口新司だね樋口新司監督が撮ったやつですけどうんなんかそっちの方を強く思いましたね まああ進撃のの巨人そんな感じですあの無事変えたのでよ,よかったって言良かったんですけどあのやっぱ「進撃の巨人」目当てで買ってるから他の連載のしてる漫画が全然読めてなくてパラパラパラーってあ,ーあ,ーありがとうございます朝コンビニであの買えましたよかったと思ってでもちょっとねあの うん、みんな変えみんなというか変え,変えた人と変えない人だとどっちが多いんだろうななんていうふうにも、うんうん、でもやっぱり多分デジタルでみんな読んでるんだと思うんですよねだからデジタルで読む人たちにはその,あのち,ゃちゃんと配信で読んだのかそれともあの違法な形で読んだのかとかそ,そういうとこも気になったりはするんですけどうん。 な何が何が正しいというか最上級のそういう読み方なのかななんていうのはちょっと考えたりしましたまあもう紙の時代は本当終わるんだなっていうのも感じつつね,ねめちゃめちゃファンな人はコレクションアイテムとして紙の本も押さえとくんだろうなとは思いましたけどあんまり大騒ぎになってないところを見るとうんあの みんな多分デジタルでよ読んで、えー「終わった」っつって「おめでとう」っつって「終わった終わった」っつって「さすがさすが先生」っつって終わってるんだなっていうのを、えー、感じたところであります。ほいでねあのべ別漫画に載ってる漫画読んでないんですよ。他にもいろんなものが連載されてて。 読むべきだなぁと思ってるんですけど、体力がなくてね <laughs> あの、漫画を読む体力が衰えてるんだなぁと思いました。もうそれはジャ、ジャンプ買ってもチェンソーマンしか読まないとかね、呪術廻戦絶対読まないっていうふうに、ジャンプの無駄遣いですけど、僕の、<laughs> 呪術廻戦が嫌いだから絶対に読まないっつって。 あの読み飛ばすような癖をつけちゃったせいもあるんですけどあの他の連載してる漫画に手が出ないっていうのねパラパラパラーって見てあなんか女の人の裸とか下着の漫画が多いんだ別漫画って思ったりとかし,しながらねあとその流行が二昔前の絵柄だったりする部分とかうーんええー、なんて思ったりとか。 して読んだ感じですけど読んでないんですよパラパラーってやっただけなのにこれを後でちゃんと見れたらいいなと思いますせっかくお金払って買ったんだからあの <laughs> 進撃」だけじゃなく他のものも読んでもし面白かったりするものがあればいいなとちょっと思いましたでもいやいや「進撃の巨人」が終わっちゃったってことは け牽引する人気作がなくなってしまったっていうことでもあるので、あのー、何かしらもしでもっとあれなのは「その進撃の巨人」が終わったってことはまた一個新しいその持ち上げる漫画がどこかから生まれてくるんだろうというとこでもちろんそれは別冊月刊マガジンから少年マガジンから。 生まれるわけではないかもしれないですけど、うん、一個作品が終わるってことはまた新たなその作品を求めて読者がさまよって、えー、何か面白げな漫画を見つけるってことなんだろうななんていうふうにはちょっと思ったりとかしましたなんかね静かな考えにふける感じがあまあ、して僕の周りにあんま進撃の巨人好きな人いないもんですから あの「終わった!」とか「お祭りだ!」っていうものに触れないまんまここに来る,来るととても静かな静かな最終回であったなーなんていうふうに思った感じでありました以上「進撃の巨人」に関してはそんな感じですうんそれからだから連載自体も10年続いてるわけでしょだから ね、18ぐらいで、えー、面白いって読み始めた人はもう29とか30になるんじゃないかなと思いますけど長期連載すると結果そうなるんだよね。ワンピースなんかそれこそ40代ぐらいでしょ今面白いとか言ってる人。だから結局読者が高,高齢化してしまってるから。 それは果たして少年漫画なのか少年漫画じゃないのかっていうところにやっぱ思ったりとかいたしますね。うん、だそ,それでいうと「鬼滅の刃」はあんなスパッと終わるとは思わなかったと思うんですけど「あれでしょ、呪術廻戦も」もそんなに長く続けるつもりはないって言っててあと3年ぐらいで終わるとかっていうふうに言ってますけど。 うんねどうしたってそうなるよ読み始めた時の漫画がうー、ね、完結するまでずっと追っかけようっつってさ23年で終わらないんだったらもう10年付き合うしかない「名探偵コナン」だってそうでしょコナンが好きな層っていうのが見えないので僕は。 あの何歳ぐらいの人が今一生懸命コナン見てるんだろうなっていうのをいつも不思議に思うのでねその小学校の時に、まあ、テレビでねゴールデンタイムにやってるアニメだからあのそれで見てるっていう人もしくは「週刊少年サンデーで」ででも「サンデーで」で漫画読んでてあーでもうちとかあもしくは床屋さんに置いてあるのかもしれないねコナンとかね。 床屋の待ち時間に見る漫画としてちょっとコナンがあるのかもしれないだけどそれを通過するものだからそのなんだろうあコナン大好きですっていう層がとても見えないんですよね昔から好きですっていう人はそれこそね30代40代になってるはずだし なんかね、そ,そんなの思ったりとかしますあごめんなさい漫画の話であの忘れられる紙の本の話であのこれだけは話しておかなければいけないというのがありました進撃もそうなんですけど「ゴルゴ13」単行本200巻突破です <laughs> おめでとうございますいや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 すげえなと思って。 僕ゴルゴ13ってほぼ読んだことないんですけどいず,れいずれ読みたいなとは思ってるんですけどねいやまさか200巻突破してると思いませんでしたーだからお大人が見る漫画は別に何巻でも長く続いてくださってね勝島工作とかね長く続いてもいいと思うんですけど少年漫画はやっぱりあんまり何年も やるもんんじゃねえななんていう風に思ったりとかします振り返れば「スラムダンクだって結局5年ぐらいの連載で終了してるわけでしょ多分青春の賞味期限って5年なんだろうなと思ったりとかしますねそれ以上長く続いちゃうと多分それは青春の漫画ではなくなってしまうんだろうなあなんていう風に、えー、思いました えー、ニュース、悪魔城ドラキュラあキャッスルバニア・リベンジだっけなんだっけ、えー、あキャッスルバニア・リザレクションだ。これはですね、ドリームキャスト専用のゲームソフトで、 あの開発が中止になったってやつなんですね、幻の悪魔女ドラキュラーって言われてるんですけど、えー、これのデモ用のゲームソフトが見つかって、えー、だから20年越しに見つかってそ、それをドリームキャストで起動してる動画が YouTube に投稿,投稿されて、ニュースになってるということです。 えー、僕はこの「悪魔女ドラキュラの」あの「ダークサイド・レボリューション」じゃなくて何だっけ、えー「漆黒たるレクイアム」じゃなくて「えー、競争曲」だから「プレリュードか」か「ダークナイト・プレリュード」がですね、えー、とても大好きでありましてこれの続編になるこのあーゲームも知ってはいたんですよ。 で開発中心になったのもその呪われた作品であるからあのなかったことにされた子ですからソニア・ベルモンドっつうのがいやまさかそんなそんなそんなロムがあるなんてと思ったわけですよただやっぱその記事を読むとねどうやらこの GD ロムはあの E3 でそのこういうゲーム作りましたよっていうデモ版のロムらしいとだからそのステージセレクトができてえ実際に動いてる映像を会場で見るための専用のやつだとだから本当はそんなのは門外不出で外に出るものではないんですけど なぜか20年経ったらその一般の手に渡るというねあのいろいろそういうのあるんだなと思ってあのコナミってそういうとこザルなんだなって思ったりとか <laughs> しながらですね <laughs> ちょっとその動画を見ておおとすげえと思った次第でありましたでもまあコナミ以外でも何だろうねそのゲームの守秘義務であったり、うん あのゲームの開発環境がう一般階層に流れるっていうことが多々あってう秋葉原なんかでその,あのプレイステーションの開発機材がなぜかジャンク屋で売られてるとかさあるでしょでしょなん <laughs> でだよって思う昔のその開発機材とか本当はその ソニーに許可を取ってソニーからレンタルしてでその自分の会社が潰れるでも何でもその本来は返却しなきゃいけない、ね、守秘義務を守るために返却さしなきゃいけない機材がなぜか秋葉原に流れてしまうというさあの現象だよなと思ったりとかしております。 だから人間のやることなんかやっぱ完璧はなくてもちろん完璧にやってる企業もあるんだろうけどあその内部の人がこっそり盗んだりとかあそれこそ契約してたのに契約ぶっちして夜逃げするような会社ででそこから機材だけがなぜかそういうジャンクショップに流れるみたいな。青、うん、い そそそうそうそうあの昔あの置いてあったあのデパートに置いてあったでっかいゲームボーイに画面が映ってるあれでしょ <laughs> こん中に入ってるロムでしょあるんですよ。ねえ。あの ね、あともっと昔の話だとあのファミコンのディスクシステムの書き換え機ってあるんですけどあ,あの書き換え機もジャンクショップに売られる流れてることがあるんですよね。<laughs> あれ<の> <laughs> も任天堂に返さなきゃいけないんだけど <laughs>、うん、まあまあいっかってやる人がいるんだなと思ったりとかしてさ。 うーんまあそ,そのおかげで我々の手にたまにそういうのが流れてくるとかっていうことはあるんですけどうーんちょっと貴重でしたねだから発売されなかったゲームなので本当にイベントのお披露目のために1枚か2枚用意されたディスクが20年越しにアメリカのどっかのご家庭に流れたっていうところが。 たたまたまその人が配信環境を持ってるからあこんなのあるんだっていうのに、えー、あも,もっとデモ画面見てとか思うような感じになってるんですけどちょっとびっくりいたしましたね、えー、もう本当にただ忘れ去られてくゲームだと思ってたのでまさか2021年に、えー、キャッスルバニア・リザレクションが注目を浴びるとは思ってなくて、えー、びっくりいたしましたこれすごい <laughs> 今日だから時間あればゲームボーイ版のソニアのイラストとあのドリームキャスト版であの白,い白い衣装に着替えたソニア・ベルモンドでも描きたいななんていうふうには思ってるんですけどまあ時間があればやろうかなと思いますでももう30分経ってるからねどうかなと思ってますけど、えー、じゃあ今日最後の話題 あの放火魔が出ましてあのその放火魔いわく、あのー、京都アニメーションに放火したやつの模倣犯だって俺はそれを真似してやったんだっていうふうに言ってる人がいてとてもけしからんなって思ったんですけど、あのー、真,似真似るにしても遅いよと思ったりとかしてますずっとそれが頭の中に残ってる 人もななななかかいないだろうなと思うので思いつきでそういうこと言ってんだろうなとは思うんですけど何だろうねあの悪いことをしたことをそのこう、ま、前にやった犯罪の真似をしましたって言ったからって許されるわけはないんだぜっていうふうに思いましたあのなんか一番かっこ悪いというか恥ずかしいというか あのー、うんなんかその自分から自分から京アニの犯人と同じことを俺はやったんだっていうようなこと言うのはやっぱちょっとダサいなと思ったりとかいたしましたあまりそういうこと言ってると僕も放火されるかもしれないので気をつけなきゃいけないんですけどなんだろうねさ最近は最近はっていうわけじゃないけど定期的にそういうのありますねあの あの歩行者天国にトラックで突っ込んでほんでナイフ持って何人かナイフで切りつけた事件とかもうあれ何年前ですかその社会の中で孤立してしまった人間の末路を見るようでとても怖いんですけどたまにはそれが出るんだろうね。 そ,それが共和に放火事件だと僕は思ってるんですけどあのあれはもう,もうちょっと詳しいねその本人がどんなナロウ系の小説書いてたのかとかが出てこないもんですから判断のしようがないんだけどあのそれはでも。 もう出るべくして出るのかなとかって諦めるしかないのかなってちょっと思ったりとかします。うーんそれは,うーん、ね、は、犯人になる人に対してはとても冷たい感情なんだけどさ100人生きてる村社会で1人おかしな人が出たって言った時にその1人のためにあのその1人をまともに戻すために どれだけの労力が必要なのかっていうふうに考えると、やっぱ切り捨てた方があが楽なんだよねじゃあ、その社会を営むということに関しては。だから、うん、もうその人には一生刑務所に入ってもらいましょうとかいうことにしかならんのだよなとで、それを事前に助けることもおそらくできないので。 あのその人が孤立してるっていうことに気づくことすら周りの人はないからこそ暴走するんであってあの放火したりとかその放火の真似事したりとかする,するからこれはもうどうしようもないんだなと思ってねバカはほっとくしかないんだなっていうようなあちょっと寂しい気持ちになりましたまあ僕もどうこうしてあげるわけではないし、えー、僕ももしかしたらその あのー、一歩間違えばそっちの方に行くかもしれないという恐怖もあるのでねあーだから僕を見せないでくれということにはならないんですけど僕は僕でなんとか孤独でも生きていければいいなとは思ってるのであ,あそこにならないようにっていうふうにはなるべく気をつけたいなとは思いますあまあでも気をつけててもなるときはなるし 気をつけててもコロナにかかるときはかかるしコロナはストレスですねあのー、外出できないのがつらいんじゃなくて偉い人がずっとお願いばっかりしてるのが1年ずっとお願いされてるのが尺に触るんですよねあのー、いい加減どうとも思ってないんですっていうことを 言ったら叩かれるから言わないんだろうけど、ど、何も行動で示されないから、ね、でオリンピックだけはやるんだって言ってるところが、本当に僕は尺に触ってしまうんですけど、あ当てにならないわけですよ、偉い大人さんはね、決して当てにはならないものですから。 あそ,れそれを考えると多分放火とかしないと思うんだよねあの自分を愛してくれとか見てくれって思う感情が強いとやっぱそこになんで見てくれないんだ放火してやるっていう間違った選択をしてしまうんだと思うんだけどよくないなと思いましたねまさかの模倣犯ですよ でもこれ格好悪いからね、えー、皆さんやめた方がいいと思いますえー、まあこうやって雑談をちょろちょろしましたけれどもずっと胸が苦しい <laughs> もう最今日ねあのあの今日あの朝コンビニで 本格ピザパンっていうのピザのようなパン230円もするパンを買ったんですけどそれを食べてからずっと胸焼けというか胃もたれをしてましてねまだ気持ち悪い朝気持ち悪いのが今今も気持ち悪い薬を飲んでそのね胃薬飲んで少しは楽にはなったんですけどそれでも 100%の解消をされなくてですね、これはどうしたもんかなと思って、年は取りたくないなと思いましたね。何食べてもその大丈夫だったのに、もう今は、その栄養を摂取するためにご飯を食べてるはずなのに、その食べたものによって僕は胃が痛くなるんですよ。 それはおかしくないいっていうその人間生き物は生きるために食べるわけですけど食べたら生きるのが辛くなるんだったらもう死んだ方がいいんじゃないかなって <laughs> あの思いました多分もう僕は人間としてその役に立つ側の人間じゃあすき焼きとか多分無理だね本当に。 あまあその食べるの黙ってこっちはニコニコ見てるぐらいの方がいいなと思いますけどいや本当だから、まあ、こ,うこういうことからどんどん老人は食が細くなったりとか、ね、流動食みたいなのを食べていくんだろうなと思ったりするんですけどそこまでして生きるって何だろうとやっぱ思いますね普通に 普通に食べ物を食べて消化してそ,れのそのエネルギーで生きていくっていうことが人間だとすればもうその胸焼けして肉とか食えないとか脂っこいものとかその今日はピザだからそのサラミとチーズがのったやつを食べたらもうダメだみたいなさあそうだその前に僕サムライマックも食べてるんだ <laughs> サムライマックは うーんだいぶ前に食べたでしょそれはまた違うと思うんだけどもう脂っこいもの食えないってことはうそのもう生きる価値がないんだっていうこう体が言ってるような感じがいたしますとはいえ自分から死ぬこともないのでーこ,この体と付き合っていかなきゃいけないんですけどいやもう僕は。 そのの意味ではもう役立たずの方の部類にど,どんなに頑張ってももう役立たずの体になってんだなというふうに思いました。でこう,こういうことに普通の人は抗っていくんだろうけど、ねあのー、その若い体を取り戻したいとかあ思ったりするんだろうけどう僕はそういうの全部甘んじて受け入れていく生き方にしたいので。 この胃もたれと毎日付き合いながらちびちびと陽明酒を飲みながらあの老人らしい食事にシフトしていこうかなと思います最近ね朝ごはんなんかねお漬物とご飯とお味噌汁でいいんですよあのちょっとしょっぱいお漬物とああ 陽明酒は何の味っつったらいいかなセンブリ茶というかう、まあ、漢方みたいな漢方薬にアルコールつけてそれに甘いシロップをかけたような味です<の>甘い甘い甘いまあほに本当にちょびっと飲むんですよその陽明酒についてる透明なおチョコみたいなやつにそこに 2ミリか3ミリぐらい陽命酒出してそれをクイッと飲むぐらいであ,あ,れあれを飲むとちょっとだけ体が楽になりますねあまあそ,そんな感じで死に損ないでありますけどまあこれ,これからも仲良くしていただければあいいかなと思ったりとかいたします はあ、今日の雑談は以上ですね。はあ、どうしようこ,これでもうちょっと時間かけてイラストを描くということをしてる間に変なコメントする人が来たらどうしようという不安もあるので今のところ完成度の高い雑談をしてるのでこのまま終わってもいいかなとはちょっと思いますね。えーうん、終わろうかな。 あの広告もいつもすいませんねありがとうございますねあのすげえなと思いますけどね今7万ポイントぐらい入ってるみたいですけどいつもありがとうございます、えー、でももう終わろうかなと思ってるのでこのか勝手な配信で申し訳ないんですけど今日はこれで終わろうかなと思いますイラストはまたうんいつか気が向いた時に描こうかなと思いますね それじゃあお疲れちゃう、さよならさよなら。